陳福州1657年から1692年は南京出身の早期にヨーロッパに到達した中国人の一人である。中国の史跡は彼の生涯を一言も記載していないが、ヨーロッパ側の資料は彼の経歴や辞席はかなり多く述べられている。1681年、陳福州はベルギーの宣教師フィリップ・クプレに従って、 マカオからヨーロッパに向かって旅立ち、オランダ、イタリア、フランスとイギリス等のヨーロッパ6カ国を遊歴した。彼ら一行はそれぞれ、ローマ教皇とフランス、イギリス両国の国王と会見し、かつ、当地の社会的な名詞と交流した。新福州が出国するとき、中国の儒学の経典とモロコの書籍40部余りを携えたことにより、中国の言語や文字、 儒学の道徳や哲学、そして波動説等の文化がヨーロッパに伝わり、西洋の学者が中国学をする一助となった。1657年、陳福州はチャンス省高嶺府に生まれ、学問をしたが科挙には参加しなかった。彼は当時高南で宣教していた、ベルギーのイエズス会イフィリップ・クプレを知り、そこからラテン語を学んだ。百八十一年、 クプレはローマ教皇庁に後期での天礼問題の立場を陳述するために召喚された。中国を離れる前に彼は年齢が25の陳福州と50のクレレキ等の中国人と共にヨーロッパに赴く約束をした。クレレキはおそらく体が弱くて病気がちなためにヨーロッパ行きは叶なわなかった。以降は1681年12月5日に マカオから航海に出て、南洋各国を経由し、インド洋を横断し、アフリカの南端の回り道をして、1682年に、ポルトガルに接岸した。彼らはまずクプレの出生地であるメヘレンを参観し、彼の親族を訪問した後に、陳福州は、クプレの計らいにより、初級の修道士を養成する神学校である、ポルトガルの首都にあるリスボン修練院に入った。 彼は聡明で機敏であり、よく学んで科目を非常によく収めた。その後、陳復州の教師のポルトガル名、ミゲル・アルフォンソをとって、この名前も陳復州のイギリス、フランス等の国での代名詞になった。ただし、この名前は異なる国で少しばかり差が見られる。まだリスボンで学習していた時、クプレはまずローマに行って、報告をし、 ついでに教皇に中国語でミサを指式する許可を恋求めた。ローマ教皇は中国人がヨーロッパにいると知り、会見したいという意向を示した。そこで、陳福州はリスボンからローマに赴き、クプレイと共に中国の文献をローマ教皇インノケンテウス11世に送った。この書籍は後にバチカン図書館に収められ、これは早期の中国語の蔵書でもあった。 その後、陳福州は学級を深めるために、ローマに泊まった。1684年、陳福州とクープレは招きに応じて、フランスを訪問した。9月15日、フランス国王ルイ14世は、陳福州一行と会見し、陳福州は、大学、中央と、論語のラテン語訳を送り、フランスで出版するよう願った。陳福州は、 歴史上初のフランス国王に会見した中国人であった。会見時、ルイ14世は何度も陳福州に質問しても、陳福州は即座に答えたので、一時はパリで話題の人物となった。9月26日、ルイ14世は陳福州を宴会に招き、宴会でルイ14世は陳福州にどのように中国の食器を使うのか尋ねた。そこで、陳復州は、 テーブルから中国より輸入した、トキンの増毛の箸を拾い上げ、その場で箸を使う方法を示した。当時、フランスではまさにシノワズリーが流行しており、陳復州の適時な到来は、フランス貴族、政府要員と社会の名士と面識を持たせることになった。拒否差し術によれば、彼とク・プレは一回応急の宴会に参加した。陳復州は、 竜の模様のある緑色の木のと藍色の錦の服をまとっていた。彼ら一行は生類の王宮を参観し、そこで中国画を展示した。陳福州がフランスを訪問する間、パリの学者は文章で伝えた外に陳福州の肖像画を描いた。この絵はパリのフランス国立図書館の版画部に収められており、倉品番号はお四48で、 画家は9月26日の宴会のフランス宮廷画家である。フランス訪問が終わってから、陳福州は1685年に招きに応じてイギリスを訪問し、ロンドンでイギリス国王ジェームズ2世と会見した。これは記録の残る限りでは、イギリスに来た初の中国人である。ジェームズ2世は若い頃、中国の歴史や文物に関心を持ち、皇太子の時も、 中国の芝居を見て中国の書籍を読んでいた。陳福州と会見してからジェームズ2世は彼に宮廷の宴会に出席するよう招きイギリスの宮廷画家であるゴドフリーネラーに画像を描かせ絵を国王の寝室に掲げた。陳福州はオックスフォードでトマス・ハイドに遭遇する。両者は共同で中国歴史、哲学と言語等の問題を探求し、 陳福州はさらにハイドに少しの中国語を教えた。彼らはラテン語で交流したと思われる。陳福州はまた、ボドリアン図書館に対して中国書籍を分類し、同時にこれらの内容を述べた。これは当時は誰もやり遂げることのできないことであった。この他に彼はさらに図書館の人員にどのように中国語の書籍を閲覧するか示した。 イギリスに居住して2年の後、陳福州はフランスに戻り、クープレと再会し、その後、共にベルギーでしばらく居住した後、最後にはベルギーからオランダに行って、中国に戻るための商船を待った。1692年、陳福州とクープレの2人は、オランダの商船に乗って、中国に戻るが、大西洋に沿って南下し、アフリカの西海岸に至った時、 陳福州は突然病にかかり、9月2日に、アフリカ東南のポルトガル領東アフリカ付近でよう、猿。36歳であった。ありがとうございます。